まあ、台風の速度は非常に遅いので、これからもっとサイズアップしてくると思います。それでですね、まあ、明日波乗りするのはちょっと厳しいのかなっていうかね、明後日ぐらいになってしまうのかなと思うんですが、バックスウェルは、いい波が入ってくるんじゃないかなと思っています。それですね、今回の台風、雨風非常に強くて、今日あの七北川の河川敷自転車で走ってきたんですが、七北川、相当増水してきていますね。地盤の弱いところとか、あと河川の決壊とか、心配されます。あと仙台市内とかも、あの卸町のあたりとかね、すぐ冠水してしまって道路が走れないようなところも結構仙台市内多いので、注意しないと車冠水して、使えなくなるっていうかね、そんな状況だと思います。ですね、まあ、映像、レンズに、雨がかかってうまく撮れてないと思うんですが、まあ、使えるところだけ使っていければなと思って今映していました。でこれバックスウェル系がね、多分いい波入ってくる、仙台新港にいい波が入ってくると思うんですが、どうでしょうかね。まあ、通り過ぎてみないとわからないと思うんですけど、あと、まあ、被害ができるだけ少ないことを祈りたいですね。まあ、サイズはまだそれほど上がってきていません。今日の夕方から夜にかけて、波サイズもピークになるのかなと思います。これ明日になれば、台風通り過ぎればオフショア系の風が、強めに台風に吹き込んで、波が整えられて、明日明後日でしょうね、いい感じで仙台新港は荒れると思うんですが、ま、今日は仙台新港どんな状況かなっていうかね、皆さんに、伝わればと思って写真撮っているんですが、まあとにかく雨風、結構強くなってきて、撮影するのも至難の業というかね、まあ映ってればいいんですが、まあ曇っててね、ピンガスってるっていうか、そんな感じなんでピントもちょっと言いづらいんですけど、どうにか YouTube にアップしたいんですけどね。雨と風で、ガスったような感じになってピントも合いづらい。いいですね。そろそろ動画の撮影を終わりたいと思います。右下に赤いチャンネル登録ボタンがありますので、
登録されてない方は、何卒ご登録よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。